ようこそ DFN の時代へ。8度目の優勝を果たした日本が誇るチームが MSI アリーナに帰ってきます。 LCK? LCS? デトネーションフォーカス3の爆裂プレーの前では誰も逃れることはできません。 DFM のハイプトレインは間もなく出発進行です。皆様乗り遅れないようにご注意くださいませ。MSI2021 ではグループステージ突破まであと一歩届かなかった。そのリベンジに向けてエビ、スティール、ユタポンのベテラン陣は闘志を燃やしています。え、新メンバーは誰かって、これからはヤハロン、そしてハープの名前を皆さん忘れることはないでしょう。 LJL ではミッドレーンにおいて他の追随を許さなかったヤハロン、誰が相手であろうとも臆することはありません。そして誰よりも献身的で誰よりも頼れる男、それが神サポートのハープです。ヤハロンとハープ、皆さん覚えましたね。昨年はLJLのスーパースターたちがどのチーム相手であろうとも互角に戦えることを証明してみせました。プレインがない今年はLJLの真の強さを世界がこの MSI で目撃することになるでしょう。